試合終了のホイッスルが鳴る時まで一球一球諦めず戦い抜くことを誓います。今日福島市で開幕した春高バレーの出場をかけた県代表決定戦。県高校総体でベスト8以上の男女それぞれ8チームが戦いに臨みました。初日の今日は準々決勝と準決勝が行われ、県総体を制した男子の郡山北工業は尚志と対戦。華麗なコンビネーションで得点を重ねた郡山北工業がストレートで勝利しました。一方女子は8連覇を目指す郡山女子大附属が白川と対戦。王者の貫禄を感じさせるプレーで2セットを連取しストレートで勝利を飾りました。勝利を目指して気迫あふれるプレーを見せた選手たち。全国大会の切符をかけた明日の決勝戦は、男子が郡山北工業と平工業、女子が郡山女子大附属と聖光学院が激突します。青春なんですよね。ただ男子がですね、優勝候補の一角のチームが初戦敗退を喫するという実は波乱もありました。青春をかけた3年間がですね、ただこう選手一人一人の背中に映っていたというのがあって、はい、私もちょっと年を取ったのかやっぱりちょっとうるうるした部分もありまして、唇をずっとこう噛みしめて観戦させていただきました。明日の決勝戦の模様ですけれども、福テレで午後3時15分から放送いたします。ぜひご覧ください。